皆さんこんにちは、トリスケです。本日はローグウィズ Z の続きをやっていきたいと思います。アップデートでですね、900km まで追加されたらしいので、ちょっと 900km を目指してやっていきたいと思います。前回 750km まで進んでいるのでね、そこまではちょっとサクッと進めちゃいたいなと思います。それやっていきましょう。スタート。はい、それではですね、750km 地点に到達しました。お金をですね、めちゃめちゃこう増やしておいて、15歳って読むのかな ?16歳。もうめちゃめちゃ増えてます。で、これちょっと一気レベルを上げてね、突破していこうかなと思います。もうサクサクって言っちゃうかもしれない。じゃあ、今、フォーサイトレベル400から、マックスでお金を使うと、495、思ってるの魅力ってびっくり。500行きたかったね。さあ、これでどうなるか。さあ、一瞬で溶かすね。さあ、こっからどうなるかだね。ちょっと、プリンセスナイトも一応レベル上げといて、さあ、これスピードアップでね、もうドーンといこう。めちゃめちゃサクサク進むんじゃないかなと。おー、そうだ、780。敵見えなかったな。暗黒ウォーロック。撃破。さあ、シナリオね、もう 600km のシナリオ覚えてはいないんだけどさ。あ、特にシナリオ進むことなく。さあ、次は、810m の煉獄のボア。ああ、牛だね。余裕だね。さあ、810、あと3体だね。ちょっとレベル上げすぎたかなってぐらい上げてきたね。どうせ 500m 全ての始まり。銀ヌンガンヌン、なんか。840km。煉獄のグリムリーパー。さあ、煉獄のグリムリーパーも、割と、ああ、もう、さっくりだ。柔らかい、柔らかい。さあ、煉獄のグリムリーパーも撃破。さあ、このままじゃもう、サクサク終わっちゃうよ。やばいんじゃない?尺が足りないという恐れをしなきゃいけないかもしれない。もう早い。もう一瞬でたどり着いちゃうからね。煉獄の悪魔。さあ、体力 5.6 セーブ。さあ、待って。全然削れなかった。ここか?ここが限界なのか、僕の。どうだ?攻撃力アップがこんなにもついてる状態だけど、全然削れないね。でもこう、押されてはいないから、でかいのが来たら、いけるんだろうけど。どうだ?いやー、結構時間かかるな、これ。さあ、一応ちょっとこう、宝とか開けとくか。料理。ここで止まっちゃったか、嘘だ。ね、正直ね、900km までサクッといけると思っちゃった。ほら、こんな感じかな、そのクエストは。序盤のね、3つを500まで上げて、あとはそれなりに上げたよって感じかな。うん。ここで詰まっちゃうか。ここで詰まっちゃうなら、あれだね、またレベル上げだね。500レベルいったら、こいつは倒せるかな。うん。とりあえずちょっと500レベルまで上げて、ちょっとまたやっつけるか、こいつを。500レベルはすぐだね。はい。今ですね、ちょっとこう、レベル500にしたらどれぐらいいけるかなと思って、まさかね、870km のボスを倒せると思わなかったんですけど、どれぐらいいけるのかなと思ったら、サクッと 870km ボスを倒してですね、500km まで駆け抜けちゃいました、このキャラたちが。なんで、もう余裕かなといった感じですね。これが 900km のボス。異様のものですね。で、870km のボス倒しても、なんかストーリーになんか進展があるとかなかったですね。はい。ラスト。レベル全部500でいけるんだね。今、ソルジャー、レンジャー、フォースナイト、プリンセスナイトをね、レベル500にしました。そして、このね、スピードとアタックのブーストちょっとかけたらね、めちゃめちゃサクサク進んじゃった。どうせならもう最後、強化しちゃうかな。えい、えい、えい、えい。さらにお金強化してね。で、クエストはね、こんな感じかな。レベル500超えたらね、一気にお金増えたかな。うん。スライム狩りから、城下町の警備。ああ、もう倒しちゃったね。さあ、異形のもの。討伐、900km 地点クリア。さあ、こっからもないのかな?今回倒したものは一体何だったんだろうね。
これまで倒してきた魔物とは全く異色の存在だった。見ているだけで背筋が凍るような。でも取り付けはさすがだね。褒められちゃった。そんな魔物でも難なく倒しちゃうんだから、本当にすごいよ。私は取り付けいつ守られてばかりで自分では何もできない。卑下してますね。少し私の話をしてもいいかな。なんだ。ありがとう。かつて人間たちがミッドガルドに住んでいた時、魔物たちが攻めてきた。知ってる知ってる。勝てないと判断した私は降伏し、カリスマの平和と引き換えに奴らと悪魔の契約を結んだ。知ってる。これでね、人をね、生贄に捧げてたんですね。定期隊人間たちを食料として提供するという契約を。この判断が必ずしも間違いだったとは思っていない。まあ確かにね、メリットというか、まあいいところあるよね。戦いは皆殺しにされて、今頃人間たちはこの世界には存在しなかったかもしれない。でも、私はただ戦う前から負けを認めて逃げていただけだったのかもしれない。私に戦う勇気があれば、戦う力があればもっと違った結末があったのかもしれない。取引のおかげで魔王は倒せて契約は解除されたはずだけど、私の心はまだ戦うことを恐れている。何を、こんなに強い兵士たちがいるのに。大丈夫だよ。ごめんね、なんか心臭い話しちゃったね。先に進もうか。次の向かう場所は決まってんの。何の音。お、なんだ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 。僕の可愛い兵士たちを、大丈夫か。え、大丈夫か。何、真のボス来た。やっぱりね、サクッといけるとは思ったよ。え？あれは何？まさか我が使い魔がやられるとは。取り付けよ。ほう。お前は力を持ちついた。何？世界不安定にするほどの力。褒めてくれるね。この世界から消えてもらう？なんだとこいつ。あ、大丈夫か、取り付け。あ、やめろ！あ、取り付けが。あ、嘘だろ。みんな助けてくれ。トリスケ、助けて。トリスケを離して。哀れな愛人人形のブリューヒルデよ、お前は元の野球に戻るのだ。嘘だろ、やめてくれ、やめて。苦しい、トリスケ、トリスケ、助けてトリスケ。いや、僕を助けてよ。僕も降臨されちゃってるよ。嘘だろ、僕の兵士たちを助けてくれ。どうなった。嘘。うわ、強制送還された。最悪。これどうなんの。特になんか新しいアイテム増えたわけでもないよね。ちょっとクエストコイン増やしとくか。え、どうなったの。あ、ここは私は一体何をしてたんだろう。何か大切なことを忘れてる気がする。僕を取り返してくれ。ブリュンヒルデか。しばらく顔を見せないと思っていたが、何をしに来た。あなたは誰。忘れてる。そうか、転生して記憶を失っているのか。自分の兄をも見捨てた。次は我が友を見捨てたか。自分の犯した罪を忘れてただ生きているだけの存在。哀れだな。私はこの場で楽にしてやろう。やめて。誰か助けて。貴様はそうやっていつも誰かに助けを求めて守られていた。守ったものを犠牲にしてでも生き残るのか。貴様は魔王を倒すという偽りの目的を掲げ、周りを騙し、自分自身も騙し、ただひたすら逃げ続けていた。辛辣だね。魔王、それさえ忘れてんの。そうか、私の目標はみんなを率いて魔王を倒すことだった。行かなきゃ。え、もう僕倒したけどね。みんなを守るために、お兄様を助けるために。哀れなブリュンヒルデ。いいさ、お前そうやって偽りの中で壊れた人間のように生きていくがいい。永遠にな。わ、エリーモード。エリーモードではあなた自身の代わりにエリーを操作して戦っていきます。エリーモードではモンスターが驚異的に強い。はー、なるほどね。Uモード、エリーモードでもやられると負け。追憶の鏡を購入することでUモードに切り替えることも可能。あ、なるほど。確かにもうトリスケは強すぎてね。こう、楽勝だったけど、ハードモードになったよってことか。はいはいはい。弓でちょっと遠距離攻撃できるのいいね。はい。それではですね、まあ、本日はここまでにして、また次回ね、このエリーモードで、まあ、900km 地点を目指そうかなと思いますので、はい。皆さんよければ次回もご視聴ください。
それでは本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。